と3分だけ時間ください。実はね、私オンラインサロンをやってるんですよ。仲間と4人でやっています。これがどんなサロンなのかっていうのをね、あなたにぜひご紹介したくて、この後の動画をご覧ください。この宇宙のどこにでもある霊気を自分自身が意図を持って霊気で苦を消すっていう人がいたんで、できるんかなと思ってやってみたんですよ。あなたの心の声、魂の声を響かせるような感じで、なんかオーラ見えます？オーラってなんか色が見えるっていう人もいるんですけど、なんでシンボルとマントラを使うとエネルギーがそんなにこう大きく発動できるのか。岩の上に座禅組んでる感じでいきます。めっちゃかっこいい。霊気、霊気、霊気と唱えるか、イメージが得意な方はね、魂の学びの場って言うと大げさすぎますけど、こう人生を変えるとか、こういうテーマの場所でね、出会う人ってね、すごいこうね、一生涯の絆ができるほどの親友になる人がいたりするんですよ。なんだろう、掲示板すっごい本当に盛り上がってくれてて、ありがたいの。ありがたいのよ。そしてね、この方法でやっていくと、ご自身も気持ちがいいし、ご自身が気持ちがいい時は必ずって言っていいほど、されている側も気持ちがいいです。そのボールを両手のひらの上に乗せ、ゆっくりと膝の上に下ろしていきます。もう一回上から下にスーッとやっていただいて、で右手をグッと前に出してみてもらって、力加減いかがでしょうか。やり方ももちろん伝えするけれども、どんなあなたがやるか、あり方重視でやってあげますので。はい、じゃあ胸の前で合掌して、今からレイクサークルを始めますと心の中で唱えたら、このまま合掌した手を前に、はい、全然違う世界。これだとどんな音かな。こんな怪しげな。なるほどね。本当にもなんか感謝が湧いてきて、なんかも泣きながら歩くみたいな。呼吸法すると顔つき変わるよね。運命とか宿命って信じてます？流れに乗るっていうのが、これが生きがいある人生ですよ。すごい幸せ度が上がっていく。安心立命。こっから人生変わっていきますよ。